はい、皆さんどうも、ガミコです。今回から新しいゲームジャック・ダグスター旧世界に石をプレイしていきたいと思います。はい、スタートボタン、新しく始めましょう。はい、もう上書きして始めちゃいます。わしは生涯の大半を旧世界の謎、初っ端からムービーですね、始まります。の研究に費やしてきた。この星のあちこちに残るプリカーソル遺跡とは何なのか、生命のエネルギーエコとはいかなる原理によるものなのか、そもそもプリカーソル文明人とは何者でどこへ消え去ったのか、答えはない、手がかりもない。緑の自然、彼らも語らぬ。わしも弱いを重ね、時代の若者たちにその役目を渡したいと考えておる。なのに若者は真理の追求よりも冒険を好み、自ら危険に飛び込んでゆく。わしが緑の賢者、セイモス・ザ・セイジー、この世界の四賢者の一人だとしても、わしの言いつけも聞きません。あるいは理不尽にも、わしら賢者の知恵よりも若者の無謀な冒険心の方が真理に近づきやすいのかもしれぬ。そもそも運命こそがそうした理不尽なものなのだから。へえ、ナジャク、この島来ちゃダメだって言ってたよな。ミスト島だって怖くなんかないったら、泣いてる泣いてる。だいたい化け物なんて噂だろ、本当にいるの。ダークエコの泥より馬でし、ダーカーどもよ、プリカーソルのアイテムとエコーを集めてくるのだ。我々の姿を見た村人は消すのだよ、思いっきり残酷に消しておやり。まだなんかすんのかよ、ジャック、やっぱここはやばいぜ。あっ、うん、あ、プリカーソルのガラクタかよ。はあ、なんだその不気味な泥、触りたくねえ。だいたい聖人はプリカーソルだのエコだのうるさいんだよな。彼らはいずこに、彼らは何故に。なんだか聖人のせいですっかり緑のエコに詳しくなっちゃって、もうわかんないことないもんな。おお、それどうやったの。ジャック、これやべえよ。ただいまの一言すら言えんのか。ジャックと島で内緒で。黙らっしゃい、全てお見通しじゃ。わしの言いつけも聞かずに勝手に危険な場所に行き寄って、ミスト島に。その通り。そしたらもダークスター、お主その姿は何じゃ、触れてしまいよったな、ダークエコに。だから説教はもういいから、どうしたら元に戻れるっての。わしは緑の賢者、しかるにお主の姿を変えたダークエコは闇の力、わしでは元に戻せんのじゃ。のじゃ、今わしきダークエコを研究しとるのはこの世界でたった一人、奴の助けがいる。ゴル・アケロンという。ゴルは遠い遠い北の地で誰とも会わずにダークエコを研究しておるはず。
本来ならばそこまでテレポートゲートという4人の賢者同士で使っておる便利な移動手段があるのじゃが、なぜだか向こう側のスイッチが入っておらぬのじゃ。テレポートゲートを使わずに北へ向かうには煉獄谷しかない。しかし燃え盛るマグマのために歩いては通れぬ。なら飛んでいけばいいんじゃない。私がプリカーソルのガラクタから作った反重力バイクエイグラブズーマーだったらひとっ飛びだわ。ただ耐熱シールドを使うためにはパワーセル20個分のパワーが必要だけどね。どう父さん。ゲイラ、その通りじゃ。とすればジャックトマメツバ集めてくるんじゃ。村の人たち大抵はパワーセルを持っているわ。でもとっても大切なものだから当然タダではくれないわよ。プリカーソルオーブをたくさん渡せば交換してくれるかもね。あと拾われていないパワーセルもあるはず。簡単には取れないけど勇敢な冒険家なら。なら勇敢な冒険家になれんだろ。冒険家じゃと。お主らが冒険家を名乗るには力不足じゃ。ねじくものども、このテレポートゲートに入り鍛錬の島で修行してくるがよい。ああ、飛び込んだらまたいきなりダークエコのドロドロで違う生き物に変身しちゃうな。ごめんだぜ。入るんじゃ。ごたく言わんでさっさとな。はい、というわけでチュートリアルですよねが始まろうとしています。はい、このゲーム実は PS2 の、ゲームでして、発売日が2008年だったかな。だいたいもう今から、まあ、10年ぐらい前と考えていいでしょう。周りにもね、結構画質も綺麗で、ロード画面も速くて、オープンワールドになっております。オープンアクションワールド?オープンアクションアドベンチャーかな?になっております。まあ一言で言うと、イタチになったダグスターを、ジャックと共に、元の姿に戻しに行っていくという話ですね。それでは今からチュートリアル遊んでみたいと思います。ねえ聞こえる?今ボイスボックスっていう通信機から話してるわ。これで私とセイジーがいろんなところであなたたちにアドバイスするから聞き逃さないで。一度試しでに遊んでいたので、その卵型のアイテムはプリカーソルオーブ。たくさん集めると村の人がパワーセルと交換してくれたりするわ。流していこうかなと思っております。ちなみにですね、割と声優さんも豪華でして、ラチェット&クランクが似たようなゲームであるんですけれども、それがパワーセル。この世界で一番重要なアイテムよ。20個集めてくれたら、はい、エイグラブズーマーの耐熱シールドを使えるようにできるわ。これをやろうかと思ったのは、理由はなんですけど、2つあって、1つはね、まあ、懐かしかったっていうのもあるんですけども、もう一つ、セールで単純に安かったからなんですね。ちょうどね、ハウスフリッパーが終わって、新しい新作のゲーム何にしようかなと思ってたところに、この、ジャックダグスターが来たので、他のエリアでも7匹全部見つけたら、きっとパワーセルが手に入るわ。それは青のエコ、動きを司るエネルギーじゃ。これをまとえば動きが速くなり、さらには近くのプリカーソルの異物を動かすこともできるのじゃ。青のエコは多く取れば取るほど使える時間が長くなるのじゃ。あと一応ですね、ストーリーがありますので、
そのムービーが基本ちょっと多めになってくると思うんです。開始も最初ムービーが入ったりとかしてたんですけども、基本的にムービー中はね、こちら字幕がないので、音でね、聞いてもらうしかないのでね、ムービー中は喋らないようにっていうことがあったと思います。どうしてもね、やっぱり喋ってね、中で流れてるムービーの音声と私の声とね、一緒になってちょっと話がわからない、この展開がわからないよーっていう方がいたらね、それはもう不便なのでね、一緒にね、実況をこう見てもらってる感じでは、一緒にこうゲームを追体験してもらえるイメージで、やっていきたいと思いますので、ここら辺はお楽しみください。プリカーソブ遺跡の扉じゃ。あのドアは青のエコの力によってのみ開くぞよ。あそこに見えるのは青のエコ吹き出し口。こういうね、ただのイベントの一番長い間パワーアップしていられるんだから、どんどん使ってみてね。かぶせてじゃないけど、なくなく、かぶらないようにはしたいけど、喋っていこうかなと、喋ることがあるので喋っていこうかなと思って。よし、青のエコで扉を開いたな。さまざまなプリカーソブの異物に力を与え、動かすことができるのじゃ。あとこれ、今プレイして見てくれて分かると思うんですが、結構ね、ジャンプアクションが多めになっておりまして、私あそこで光っておるのは、こういうジャンプアクション苦手でございます。緑のエコの小さな粒じゃ。あれを50個集めるとお主の体力が1つ回復する。先に言っときたいと思います。お見苦しい点多々あると思うんですが、一応ね、編集もしてカットとかも、もしね、何回も同じ失敗するようだったらカットとかしてください。ジャンプ、そこでもう一度ジャンプさせれば2段ジャンプでより高く飛ぶことができる。まあそのカットもね、ちょっと雑になるかもしれないので、そのあたりもご了承くださいと先に保険を受けてます。落ちたらやばいね、死んじゃうの。二人ともトレーニングならば、まあ人並みにはできるようじゃな。あんなの超簡単。物足りないよね、ジャック。こっちならすぐにでも冒険に行きたいのに。朝飯前の夜食後でどこ。冒険、冒険、その勢いよろしい。だがお主ら、冒険ならば人様のお役に立たねばならん。手始めに、わしが緑のエコを集めるためのエコタンクを元に戻すという冒険はどうじゃ。ここから砂浜をたどっていった防塵海岸にあるのじゃ。では、お主ら、とっとと出かけるんじゃ。はい、ということで、プリカーソル、なんだっけ、玉ですね、あれを見つける、20個にとりあえず集めてこいというお話だそうなので、集めたいと思います。ヤンケーラ！二人でズーマに乗って渚をクルージってどうよ。デートするなら、けだものは嫌。野生の魅力なのにね。あのね、私そんな暇じゃないのよ。政治の言いつけでプリカーソル文明のエコの通り道を調査してるの。本当は地下のパイプを通じてエコが吹き出すはずなのに、いくつかの吹き出し口は蓋が閉まっちゃってるのよ。どうやら大元のスイッチを入れないとダメみたい。多分
スイッチは禁断寺だと思うんだけど、スイッチ探しに行ってくれないかな。お願いなら1個じゃありますか。はい、で、ジャックたちが住む村、サンドバー村というところだそうですね。よいしょ。すごい、こう南国っぽい BGM もね、どことなく南国チックな感じですからね。村というよりは集落。あとね、ダグスタがこうやって、おしゃべりしてヒントをたまにくれたりします。そのヒントもね、ありがたくいただいて、クリアを目指していきましょう。うわー、もうお前たちまで苦情の申し立てが。ラーカーとかいう怪物のために村は混乱し、その上、わしの目下の心配はこれなんじゃ。歯車が動いておらんじゃろう。ジャングルの奥、禁断寺から届くはずのパワー、エコビームがどっかで途切れてしまっておるのじゃよ。なあ、文句ばかりの村人は使えんのじゃ。そこでお前たちに、いくらくれる？なぬ？話が早い。そうじゃな、エコビームを直したらパワーセルをやる。村の経費でな。そうそう、もう一つお願いじゃ。わしはまだまだ村長の座を続けていきたいのじゃがな、選挙資金が足りなくて困っておって、応募が90個ほどあるととても助かるのじゃ。集めてくれたならばパワーセルをもう一個やってくれんかな。はい、というわけですね。で、いろいろミッションというかね、こうクリアしていって、これがオーブですね。で、20個集めてこいって言われたのはパワーセルという、取るとセーブ、オートセーブになるあれですね。覚えておかないとね、ちょっとね。はーい、はー、戻ってきたの、ミューズ。ガックン、全然違うじゃないかい、君。それ何？ミューズちゃんを知らないのかい、君。僕のペットの可愛い子、大きさはこれぐらい、動く宝石、この世の奇跡。ああ、なるほど、間違えちゃうよね。ところがある日、ミューズがいなくなり、ほんと困り果ててる。僕の心は、あの子の分だけぽっかり穴が開いて、もう創作意欲も湧いてこない。そう、噂ではミスト島にいたという。はあ、連れ帰ってもらえたらパワーセルをくれても惜しくない。ん、ちょっと待った、あの不気味なミスト島行けってのかよ。行こうか。はいはい、いろいろね、お使いを頼みに来られる走りだね。言い方悪いけどね。おや、おいっ子のジャックじゃないか。こりゃまずい時に出会ったものだな。実は昨日探検に出かけようとしたら、そのお金がなくなっておったのだ。ちゃんとあったのに。全部で90個ものオーブだ。そりゃ大金だ。わしの経験から推理すると、犯人は小さくてすわしこい小動物だな。まあはっきりとは言わんが、近くにいるような気もする。何にしろお前の大好きなおじさんは困っておる。オーブを90個持ってきて旅立たせてくれ。ご褒美はパワーセルだ。っていうか、あれなんですね、パワーセルみんな一人一個持ってるみたいな感じかな。あ、ここに T シャツ前のあれがある。やっぱあれかな、一応こう夜になったり昼になったりするのかな。よいしょ、こっちの階段の方から行ってみたいと思います。用心階段かな。もう別に敵をね倒したからといって、まあ特にこうレベルが上がるようなことはなさそうなので、スルーできそうならスルーしていきたいと思います。
の粒を50個集めたら体力が、まあ、1つ分回復するということだったので、まあ、なるべく集めたいと。オーブの宝箱だ。3つしかないのかな。レベル上がっていったりしないのかな。3つしかないのだいぶ不便ですよね。今後敵だって強くなっていくのね。ジャック、ペリカン野郎がパワーセル食っちまったよ。ちょっと叩いて吐き出させようぜ。正面から行くと結構もう当たり判定がきつくて割とすぐこう食らっちゃうっていう。ずいぶんたくさんのオーブを集めたもんだよな、ジャック。そろそろパワーセルと交換しに行こうぜ。今だって50個でしたけどね。で、セイジーが言ってたのはこれですね。エコタンク、どうのこうのこうのかな。あ、これあれなんだ。HP 回復してくれるんだ。すげーありがたいわ。はい、どこからかパワーセルがね、出てきました。入手して大体思います。一応ね、メニューからよいしょ、このパワーストーンじゃない、パワーセルかが、入手できる条件っていうのがね、いろいろとこう出てきております。はい、で入手したらこういう風に光り輝く感じですね。元通りにしたようじゃな。でかいしたと言いたいが、まだまだやらねばならぬことが山のようにあるとい。ところでダクスター、お主はそっちの仕事に飽きたら、わしの冬用のマフラーという大役もあるから考えておくがよいぞ。考えておくがよいぞ。パワーセルをもらえる条件の一つになってるからじゃないと、あそこでこうカモメがいる理由がよくわからない。邪魔だ邪魔だとわざわざ言ったんですけど、言わないと思うんですよ。なのでちょっとさっきは失敗したんですが、もう一度これは読むとやってみたいと思います。このぶっとい柱にアッパーだ。アッパーって出たの。アッパーって出たの。R1 でしゃがんで、スパッ
ママだと思う習性なの。ママ、おいら男だよ。ちゃんとついてるぜ。あら、しょうがないわね。じゃあこうしましょう。この子を村に連れて帰って、私と聖人さんとで面倒見るわね。これで9個目ですね。まだ一応海岸の部分は確かに取れる可能性がある。この上とかも不自然な感じになります。あそこに行くためにはどうしたらいいんだろうな。やっぱ走って行くぐらいしかないよ。いやでもあっち側になるはずなんだよね。
ね、家っぽい建物があるんですか。誰も住んでないと思う。どうなってんだろうっていう話なんですが、まあそのあたりはただのデザインだと思うので置いておきましょう。なんかホタルごとにここの緑のタンクで、よし、もう一回チャレンジしよう。あのエクリパのところ確かなんかあると思う。ここになったらちょっと速くなるんですね。あ、絶対ダメ、ダメっていうかぶつかったらダメなんですね。じゃあこいつらもうこの人ですよ。で、もう一回やります。移動するタイミングを狙ってこうオーブを取りたいんですが、なかなかうまいことで、いつの間にかあれですね、お昼間になってますね。ごっくり夜になるっていうのはないのかな。夜中っていう本当に何かあれをちょっとこう、封じるんじゃないかな。
りではないと思う。何するかもしれない。なあジャンプ。ところで意外と宝物の中に入ってて、私の宝物も開けてないので分かってなかったけど、最初の方に一応ね青のやつあるんですけど、絶対うわだったらあっちから行く方がいいよね。あれをここだって、やっぱりね、夜が明けてきましたね。夜が明けてきたというか、また夜になってきましたね。夜更けになってきた。悔しいな、なんとかしたいな。あとそれとカモミだけかな。ちょっと見てみようか。多分その大砲のやつとカモメだけでここは終わりだと思います。なんで結構簡単にそれさえできたらいけそうなんですけど、それが難しい。子供用のゲームだと思って見くびってたけど、昔プレイしたって言ったんですけど、プレイしたことがあるの確か小学生ぐらいで、まあ、今と同じようにジャンプのところとかで結構苦労してたんですが、小学生でもね遊べる内容だから簡単なのかなと思ったんですけど、今プレイしたのなかなか難しいな。じゃあこれで今度は陸地で行ってみようかな。スープに
かどこから撮ってても見えてないところがあるのかな。この辺に見てみます。あれ、ここ後ろとかあったりする。ああ、あるかも。あるだろう。あっていて、なんか上こんなこと上がるかな。カモメのこちら2つぐらいでいいんだけどね。カモメもずーっと、あ、いけた。カモメいけました、いけました。やったね。はい、これでゲット。合わせるゲットしました。カモメが崩れ起こすなんて。これは後でいただきます。行ってみよう。で、いや、行くのはまあいいんです。青のエコーがなんとかならないかな。ほんと海の青じゃダメなのかな。ダメなのか。ここも行ってるよね。行って何もなかった。何もなかったってことは、あとだ。悔しいな。絶対なんかあるって。なんかあるっていうか、簡単にできるかも、方法があると思うんだけど、初っ端第一の村からこんな難しいことはしないですもんね。普通ちょっと第一の村は優しめにするとか、言うてもチュートリアルのチュートリアルみたいな感じだし、だと思ったのかな。意外とこの上も上がらなくなっちゃった。ああ、困っちゃったな。ダメ！絶対いけると思うんだけど。ブルーができるんだ。ブルーの早いかさ。何で遅いんだろう。ここちょっと陸地の方がさ、いいと。どうにかな。あっちにやっぱ行かないといけないから。これが結構早いかな。これ。よし、じゃあこれを使ってちょっと。これでもそんな難しい感じのゲームだった。ほんと序盤だよ。こんなところでつまずくとは思ってなかった。3つしかない。よしよし、頑張ろう。ちょっと待って、いけないのか。絶対違うじゃん。ああ、もうマジで間に合わない。パワーセルじゃなくてオーブが184個集まってるので、確か村人のね、村長さんと、あとジャックの おじさんに、オーブをね90個それぞれ集めてきてくれたらパワーセル1つあげちゃうよって言われたんで、パワーセルもらいに行きたいと思います。こうしたらいいかな。これをこうバンバンバンって使って、これで一回やってみようか。一回これでちょっとやってみます。ダメだったの、その時は。
お前たちオーブを持ってきおったのじゃな。なな数は90個か。うおこれで選挙資金も十分じゃな。わしから村民栄誉賞としてパワーセールじゃ。みんなに内緒でな。おじさん、待ちくたびれたぞ。お前さんたちやっと持ってきたな。なあ、ちゃんと揃ってるんだろうな。90個全部か、ね、じゃご褒美だな。パワーセルだ、貴重だぞ。それじゃまたバイバイ。今で13個だね。はーい。だから今回はね、キリがいいのでこの辺りで終わりにしたいと思います。ちょっと海岸のあれ取れなかったというか、あの上にね、大砲のところに行けなかったのもちょっと残念なんですが、次回もパワーセルを集めていきたいと思います。次回もね、禁断の森の方に行ってみたいと思います。はい、今回の動画も、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、またはチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。